こんにちは、黒田和志です。今日も申し訳ありがとうございます。今日はアンティシペーションのフィルイン。アンティシペーションっていうのは何か、まあ今日は8ビートなんですけど、3拍目が1、2、3、4、1、2、3が前に飛び出すみたいな、タイがついて前に飛び出す音符をアンティシペーションと言います。だからシンコペーションの一種なんだけど、これは僕は使い分けてます。アンティシペーションっていうのとシンコペーションっていう名前で使い分けてるんですけど、今回はこのアンティシペーションです。例えば、ウォーターメロンマのタラララタラララここ5回も出てくるのにずっと同じだと結構飽きてくるじゃないですか。でドラム、他の人のソロのとこもここを自由に叩きたい。そうするとシンコペーションした後のここの部分をどういうふうに考えるかっていうふうに考えるんですね。でそうするとこっち、ここはアンティシペーションっていうのは3拍目が前に飛び出したって考えるんで、3拍目の頭に音符があってはいけないんですね。いけなくはないんだけど、まあ、例えばまあ、全然よくやるんですけど、ジャンプ感が減る。ドッツッタとここに着地しちゃうから、だから頭をなくせばこの音符はこの2拍ラの音がこの1拍目まで飛ぶ感じが強くなる。飛ばないわけじゃないんだけど、ドッツッタとドッツッタジャンタカ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 タ、こっちに耳がいっちゃうから、ドッツッタとの方がいいですよね。でそうするとここのこっちのここには頭のない音符って、僕音符は16個で組み合わせで考えてるので、こっちの16個 でこっちは普通に赤で、こっちはこの青を埋めればいいんですよ。で赤は何でもいいんだけど、ここにこの裏拍の音が来ると非常にこう跳躍力が、だから跳躍力がないようにするっていうのも一つの手なので全然関係ないんですけど、まずはこの跳躍したままフィルインで埋めていく感じ。これ7と1ね、ドッツッタと、いろんなところで叩いてみたり、そしたら次は7と2を、こんな感じで、そしたら次は7と3、7と4、7と5、7と6、7と7、7と8、7と9、7と10、7と11、あと12、あと13、あと14、あと15、あと0、7との組み合わせだけでこんだけあるんです。でまあよく使いそうなのもあるけど、例えば7と8なんかはあんまりこう思いつかない。うっかっこいいですよね、うったんたたんなんかね。っていう具合に、要は自分がやったことない組み合わせをとにかく減らしていくってことは、今度は9と1から10、0まで全部やる。
でいかにこううまくつなげていくか、音色とか場所とか、まあ今適当にやってるんでかなり失敗もなんか今一つだなと思うのもあったんですけど、これを全部やっていくのね。そうするとこのここの通り抜けに音がいっぱいできるようになるんですよ。そうするとこうシンコペーションばかり同じの続くんだけど、これはそのまま無視しても全然平気だし、こういう感じでこう、通り抜けてもいいしみたいな感じで考えて練習していくと、もっともっと幅が広がると思います。というわけでちょっと練習してみてもらったら、この、譜面の方はですね、メルマガ LINE 登録してもらうと、こちらの方ダウンロードできるようにしておきますので、ぜひ LINE 登録、メルマガ登録の方のお願いします。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日もご視聴ありがとうございました。今日の動画が面白かったなとか、ためになったなという方は、ぜひいいねボタンを押してください。作るときのモチベーションになりますので、よろしくお願いします。このチャンネルでは、ドラムの演奏ですね、ジャズの演奏とか、ポップスとかもやってます。あと、クラシックとか吹奏楽のコツなんかも教えてます。あと、ジャズの楽しみ方ですね。リスナーの方とか、他の楽器の方が、ジャズが面白いなと思うために、まあ、歴史とか、曲の解説とか、演奏中に何考えてるかっていう動画を上げてますので、ぜひお楽しみください。週2本ペースでアップしてますので、見逃さないようにチャンネル登録の方もよろしくお願いします。この動画の中の譜面などの資料はメールマガジンの読者さん限定になりますので、詳細欄からメールマガジンの登録をお願いします。では本日もご視聴ありがとうございました。またご視聴よろしくお願いします。